時代の秘話から明かされる、紫輝くんの意外な一面。ナンバー、愛の未来に影響する、岸くんと平野くんの予測不能なバラエティ発言。キンプリの舞台裏で輝く紫輝くんと岸くん。彼らの普段の、しかし見やすい雰囲気と、ステージ上での驚きのギャップには、心を奪われること必至です。紫輝くんが以前、キンプリの時代に岸くんのパフォーマンスをメンバー内で最もかっこいいと評価していたことを考えると、二人の感性は何か特別なつながりを持っているようですね。そして、岸くんと平野くんが自由に楽しむことができるのは、いつでも穏やかであり、二人が暴走しそうになった時には優しく制御してくれる神宮寺くんがいるからなのでしょう。この三人のリスペクトし、合う関係性は、まさにファンの心を掴んで離しません。彼らが一緒にいてくれることに感謝ですね。しかし、この3人の組み合わせがなければ成り立たないというのは興味深い視点ですね。特に神宮寺くんが抜けても成り立つかもしれないが、その爆発力にはやはり及ばないかもしれません。平野くんと岸くんの驚くべき発想力、行動力、癒し力、そして神宮寺くんのまとめる力が、ナンバー、愛の魅力を作り上げているのです。個々の仕事も多忙な中で、それぞれがナンバー、愛という場所で支え合っている様子が伝わってきます。バラエティ番組での高橋海人くんの発言も、奇跡の二人が同じグループにいることの面白さを浮き彫りにしています。二人がお互いに一生懸命で、自分の方が相手よりもできると思っているからこそ、視聴者は彼らのやりとりを楽しんでいるのでしょう。しかしながら、脱退報道があったとしても、彼らのキャラクターは変わらず、そのままの姿勢でファンに寄り添っているのが好感を持てます。高橋海人くんの発言は、岸、平の才能を物語っていると同時に、神宮寺くんがそういう比較を一切せず、ただ平然としている姿勢も見逃せません。それが彼らの個性を際立たせているのでしょう。天くんが他人との比較から成長していく姿と、神宮寺くんが完成されている中で他人との競争を感じない姿は、まさに対照的ですね。ナンバー、愛はボケ二人とツッコミ一人の構図かと思われがちですが、そのダイナミズムは刻一刻と変化しています。キンプリ時代から続く彼らのやりとりは、連会が爆笑している構図がファンにとって愛しい空間を作り上げています。他のグループがメンバーの脱退によって解散する中で、彼らがグループを継続していることは本当に素晴らしいことです。平野くんと岸くんの天然な魅力も、彼らがミラクルな存在であることを証明しています。彼らの予測不能な発言が笑いを生む一方で、どのメンバーも嫌な気分にならない温かい雰囲気が彼らの特別な魅力の一端でしょう。神宮寺くんが一番年下でありながら自然体で面白い二人にツッコミを入れつつもしっかりとまとめる存在として欠かせません。三人全員が人気がありながらも謙虚で親しみやすい性格なのでこれからも応援していきたくなりますね。